次の相手は神の原2位のランカーか。ハンドルネームは永遠の地下アイドル。おお、なんかかっこいい。地上に出てくる気ないでやるな。どこにいるんだろう。まあそんなに簡単に会えるわけないよね。ひとまずちょっと休もっか。だね。それにしてもいいお店だね。ここ雰囲気もあってできたばっかなのに結構混んでるし。ね、最近カフェブームであるからな。よく知ってんな。そうなの、お客さんの取り合いだってお父さんが愚痴ってた。ん？あ、このリリスパフェって美味しそう。あ、じゃあ私それに。お待ちどうさま。まだ何も頼んでないのに。それを食べたらとっとと帰るのね。けっ。では早速いただくである。どうしたオラゴ。このパフェサンマ入ってる。このクソまずいパフェを作ったのは誰だ。私よ。そのパフェにはサンマの頭の他にカスタードクリームと紅生姜とバニラエッセンスが入ってるの。まずいでしょ。だから今すぐ出て行ってこの店のパフェはまずいって街中で言いふらすのよ。なんでそんなことを。決まってるでしょ。カフェが一つ潰れればその分お客さんは南風に行くことになるのよ。南風？なんでうちのお店？私は南風が大好きなの。え、あの居心地のいい空間、寡黙で素敵なマスター、美味しいモーニング、誰が読むのかわからない漫画の全巻セット、ブームに左右されない昭和なメニュー、ネットは有線接続で速度はまさかの 64K。 そこまでうちの店のことを。いや、完全にディスってるであるよな。ああ、全然褒めてない。なのに世間の人間は南風の良さがちっともわかってない。だから私が知らしめてやるの。神の原にある全ての喫茶店の評判を私がどん底まで落とす。そうすればみんな南風に行くしかなくなるのよ。ちょっと野田さん、君またお客様に失礼を。どうも申し訳ありません。仕事中はフードかぶっちゃダメって言ってるでしょ。黙れ雇われ店長が。マッチョ。南風は私が守る。でもこんなやり方、南だってお父さんだって喜ばないよ。嬉しい。え、お父さんも喜ぶ。まずはここをぶっ潰すわ。待って、行かないで。私も南風は大好きだけど、きっとこのカフェを好きな人もいると思うの。だからこんなやり方。知ったことじゃないわ。文句があるなら止めてみなさいよ、モンストで。私が神の原のランカーに、ハンドルネーム永遠の地下アイドルよ。なんだこのフィールド。今日は私のライブに来てくれてありがとう。森の歌姫、白雪姫リボン、あなたのハートにゴーリン。揺らし
も輝いてるわ、リボン。なんだこれ。とにかくバトルに集中しないと。ステージの邪魔はさせない。私の歌で魔法をかけてあげる。あいつは貴族性のモンスター、水属性のナポレオンでは不利だ。くそ、どうすりゃいいんだ。もっと、もっと初恋は君だメモリGetting used to You come for me and take me Cause nobody get me off yet Trying to me It takes a little getting used to I've got a feeling Nothing to say Stop